服飾デザイナーの子・石津健介さんはその昔、バンの商標で知られる会社を設立した。ブレザーとボタンダウンシャツを基調とする米国のファッションをアイビールックとして紹介し、1960年代に流行させた人だ。石津さんは服装などを選ぶ際の条件として TPO、 時、場所、場合という言葉を生み出した。服装はその場面によって選ぶという意味で、私が提唱したと本で述べ、食べ物にも通じるなどと他の例も挙げている。服装や食べ物にとどまらず、時々耳にする言葉である。それで言うと、 最高速度350キロ以上ものスーパーカーを乗る場所としてそもそもふさわしかったのか首をかしげてしまうあの奥山清之氏がイタリアのフェラーリを山形市の西沢高原ラインで運転し速度超過して有罪になった制限速度40キロの道を88キロも超えたという。 自らデザインした高級車への愛着はひとしおだろうしかし山形新幹線翼のほか絨毯や名酒などふるさと山形関係の多くの一品に携わっている有名人だけに「暴走を残念ある人は多いはずだ」「二度と」と反省の弁を述べた「期待を損なわぬように願いたい」